今回は私たち家族4人と私の両親、全部で6人のグアム旅行となります。神奈川の我が家から高速を使い、成田空港手前の ABC パーキングさんに向かいます。 ABC パーキングさんに車を預けます。料金は6日間で3124円です。空港までの送迎付きです。帰りの日に車を空港まで持ってきてもらうプランをお願いしようと思いましたが、現在は提供がないそうです。空港まで送迎してもらいました。英語を全く話せない我が家は JALABC さんで Wi-Fi ルーター2台の予約をしているので借りに向かいます。1台8760円でグアムで使えるルーターをお借りします。グアムまでのチケットはマイルで精算をしました。1人2万マイル、4人で8万マイルを使っています。私の両親も2人分、4万マイルをマイルで精算してるので、チケット代は無料です。行く寸前に天気予報を見ました。私たちがグアムに到着するのは7月25日です。そこから5泊して30日の帰国予定となっています。天気予報は全部雨でした。グアムの雨はスコールのような感じで、少し待てば止んで晴れると思ってあまり気にしていません。座席にはヘッドレストモニターがついていて、子供たちは映画を見ておとなしくしてくれていました。食事はデミグラスソースのカツ丼のようなものでした。すごく美味しくはなかったです。遅れることなく無事にグアムに到着です。荷物を回収してタクシーでホテルに向かいます。以前グアムに来た時は空港を出るとタクシーの呼び込みが多かった印象がありますが、今は少し閑散としていました。空港を出て左に曲がり、ひたすら歩きます。私の出たところが悪いのか分かりませんが、タクシーが並んでいるところに向かっていきます。タクシーは6人乗れるタクシーで荷物3個を積んでもらい、ウェスティンホテルまで合計45ドルでした。ウェスティンホテルに着きました。15時30分にチェックインをお願いしましたが、私たち家族がチェックインできたのは19時過ぎとなります。このチェックインできなかった詳細は別動画で説明するので、ここでは割愛させていただきます。チェックインできなかったですが、次の予約が迫っているため気持ちを切り替えて予約したバーに向かいます。これで行くの？びしょびしょなんだよ。チェックインできず、バスの時間も過ぎてしまい、行くすべが徒歩しかなくなります。急いでロビーを出ると外は大雨です。これから予約してる店はザ・ビーチという屋根しかなく、風通しの良いビーチバーです。予約している以上、行くしかないと覚悟を決めて、ホテルの車で送ってもらいます。あれだけの土砂降りでしたが、雨が止みました。運がいいのか悪いのか、とにかく席で食事とお酒を注文してみんなで乾杯します。こちらのザ・ビーチには2時間滞在して夕日が見れないか期待しましたが、見れるまでの天候の回復はなく、そのまま日が暮れました。料理やメニュー、場所の詳細など気になる方は、近日公開のこちらの動画をご覧ください。我が家で頼んだ料理などをまとめて動画をこちらで作っておきます。ザ・ビーチさん、天気が良ければここでのお酒は最高でした。天気が悪くても雰囲気は良く、店員さんもフレンドリーで感じが良く、おすすめのお店でした。ホテルの送迎でホテルに戻ります。これからやっとチェックインです。ザ・ビーチで4品料理を頼みましたが、食べきれずお土産になっています。量が多いのは予想して頼みましたが、食べきれませんでした。やっと部屋に入れました。この動画の撮影している時間は19時25分です。チェックインができなかったホテルは初めてで、だいぶ困りました。しかも日本で借りてきた Wi-Fi ルーターが2台ともつながらない状態で、
頼りにしていた Google 先生も起動ができず、各箇所で言葉が通じず辛い思いをしてきました。